元芸人 X。あの巨大エンターテインメント会社の闇は万博後のある計画に繋がっている件。元プラスマイナスっていうお笑いコンビの岩橋さんが X 上で女優の牧陽子さんとトラブルが起きてると、ことの発端は岩橋さんの X への投稿、先輩芸人の飲み会に行ったら、 ししたたたた牧陽子さんんにエアガガン、ンモデルガンででたれたってていう主張をしてたんですよ実は岩橋さんはこの件がきっかけとなって吉本工業との契約を解除し、プラスマイナス自体も解散してしまうっていう受け目にあったわけなんですけど、当の牧陽子さんも別の SNS で、そんなことやってねえわとね、ね、あの男は病気なんだからしょうがないわっていうことを言って、これまた大問題になっているんですよね。まあ、現状どちらが正しいのかよくわからない。 ですけどただ、牧陽子さんは SNS の投稿した時もめちゃめちゃ酔ってて、ちょっと様子がおかしかったんですよ。もしかしたらそういうこともあるんではって思わせるような配信でしたね。まぁ、わかりませんけど。ただ一つ、ちょっと不可解なのが、この先輩芸人っていうのがあの有名な宮川大輔なんですよ。この宮川大輔さんに、 今のファンたちがね、岩橋さんも牧陽子さんも飲み会いたんですよねと、真実はどうだったんですかってめちゃめちゃ聞かれてるんですけど、これに実はだんまりなんですよ。これだんまりなのが私答えだと思ってて、岩橋さんってもう吉本工業に所属してない単なるフリーの人なんですよ。片や巻陽子さんは超有名事務所に所属する人気女優。宮川大輔さんは吉本工業の劣気とした、まあ、売れっ子芸人じゃないですか。 で、会社としてはどっちを守るのかって話になってくるじゃないですか。だから、だんまりなわけですよね。汚ね話ですよ。正直、プラスマイナスって僕めちゃくちゃ好きで、才能もあると思ってたし、今後絶対売れると思ってましたよ。そもそも、岩橋さんが去年の末に松本ひしさんの問題が紛失した時に、俺にもいろいろ言いたいことがあるって言って、X で暴露し始めたんですよ。その時は、 彼が可愛がられてる浜ちゃんの番組の制作会社の社長から、まあ、ハラスメントを受けてるっていう内容だったんですよね。まあ、その辺から荒ぶり始めて、まあ、気がついたらね、事務所契約解除されてたわけなんですけど。 ま、この巻陽子さん問題も結構な問題ですが、実はこれよりもっとやばい人物が今現れています。この岩橋さんって大阪の片野市出身なんですよ。で、これ片野では毎年お笑いコンクールが行われてるんですよね。で、実はこの件についても岩橋さんは言及してて、このコンクールは1から100まで全部やらせだと吉本が仕組んだ出来レースであるっていうことを言ってたんですよ。でもこれ誰も信用してなかったんですよね。まあ、岩橋さんああ言ってっけど、まあ、ちょっと荒ぶっちゃ だったのかなって思ってたんですよ実は最近援護する人が出てきたそれ、ね、それがまさかの片野市の現役市長 これ実は市長も審査員として参加している年があって、このやらせなのは事実ですって言っちゃったんですよね。こうなってくると、じゃあ岩橋さんの牧陽子さんの件とか、それからの制作会社の社長のパワハラの件とか、全部ガチなんじゃないの説っていうのが今出てきてて、まあどうなるかっていう話なんです。よ。このお笑いコンクールのやらせの件ね、実は超重要人物が一人いるんですよ。それが元芸人で、まあ作家の X さんっていう人なんですよ。 この人、事実上、このコンクールの最高権力者で、実は彼が、ま、絵を描いてたと。ちなみにこの人物、 あのダウンタウンと同期で、まあ、浜ちゃんとも実婚の中と、この岩橋さんがハラスメントを受けてた制作会社が作ってる浜ちゃんの番組の、まあ、作家でもあるということで、これ実はね、結構とんでもない闇がはらんでるんですよね。未だに岩橋さんは吉本のことを批判し続けてますけど、現在、吉本に所属してるタレントたちは、なぜか、口裏を合わせたように、吉本って最高だよねってみんな言い始めたんですよ。これなんかちょっとおかしくないですかで、この吉本の闇っていう話 なんですよまあ松本人志さんのことを見限った吉本興業現在2025年に行われる予定の大阪万博の公式アンバサダーとして提携結んでるんですよ、まあ、お笑い王国大阪ということでまあそういうなんかいいイメージをつけようとしてるんですけどその実際はとんでもないものであるとそれは先ほどの。 まあ、やらせ体質であるとか、それからこのハラスメントをね、まあ、揉み消したりとか。まあ、岩橋さん、あの、テレビ局との関係も言ってて、めちゃイケでね、まあ、怪我しちゃったんですよね。その怪我を、 自分が転んで怪我したっていう風に、まあ会社から圧力をかけられたっていう話してたんですよ。まあこれもちろんフジテレビと吉本っていう関係があってやったことなんですけど、まあこれってまあ吉本だけじゃなくて全部やってるかもしんないけど、まああの会社の体質っていうのが見え隠れするわけなんですよ。そんなコンプライアンス的に、まあクエスチョンマークが灯る企業が、 万博のアンバサダーにふさわしいのかどうかって話ですよ。現在、後期の大幅な遅れとか、これ万博の延期、もしくは中止みたいなやつも、実は政府内でささやかれ始めてるんですけど、大阪府サイドはもちろんそんなこと言うわけなく、いや、ちゃんとやりますと。 いうことを言ってるわけなんですよ。なぜそこまでして万博を押してくるのかって話なんですよね。これ実は、後に来るある社会の実現するためのとっかかりにしようっていう話なんですよ。最近、大阪府の一番偉い人が、資産運用特区を作ると。で、そこで1億円以上の売り上げを上げる 投資家に関しては永住権を与えるっていうことを議論し始めたんです。まあ、これってちょっと怖い話で、じゃあこのね、資産運用の、まあ、この海外投資家って、じゃあどこの国のやつやねんっていう話になってくるわけ。で、大阪府って以前からリトルパンダちゃんっていうところを作ろうとしたり、某中核都市とワンコー契約を結んで、いわゆる 一路を結んじゃったりしてるまあそんな街なんですよこれね海外投資家って言ってるけど明らかにあの国の人に永住権を与えようとしてるとでもう一つ大阪が発表してることがあってそれが顔認証システムの導入2024年度に全駅で顔認証によるチケットレス改札の導入を目指すって言い始めたんですよまあ、これ便利でいいなって思いますかそれともやばいなって思いますか最近はなくなりましたけどつい半年前までは店に入るたびに 体温を測らされてたじゃないですか。昔はね、ここだけで測ってたんですよ。でもそのうち顔で測り始めたんですよ。あれなんで顔で測ってたか知ってますあれ顔のビッグデータ集めてたんですよ。で、この顔認証システムっていうのは来たるべき信用スコアの導入と繋がってて、これが導入されるっていうことはそういう社会。もうすでにあの国では店一つ入るのにも信用スコアが足りなかったら入れないみたいなやつバンバン出てくるわけ。で、その信用スコアっていうのは誰がつけてんねんって話。 要するに今後何者かによって勝手に ランク付けされる社会が来てしまうと。実はそれが大阪で始まろうとしてるんです。そして、顔認証システムの最先端国といえば、某パンダちゃんの国なんですよ。そのシステムは、どこのを使うんですかと。そしてそのシステム、情報、どこに飛んでいくんですかと。これ、大いなる闇以外の何者でもない。これ、万博を境に、社会は一変するって言われてるわけ。そもそも今回の万博のテーマっていうのが、VR 万博。 メタバース万博なわけ。これ一見最先端の文明に進む道だと思われてますけど、そんなこと全くなくて待っているのは完全統制社会なのです。そしてこの闇を覆うために、この万博の公式アンバサダーに一見楽しくて、おかしくて、 人気者たちを準備して、それを薄めているに過ぎないと。でもその実は、芸人一人救うことができない。どころか追い詰めていく、あの大企業の影がちらほらするのです。この岩橋さんの一件は、単なる芸人の反乱ではないと。それは去年、松本人志さんの問題で紛失した、実は、あの企業の闇。そして、そこと繋がっている、 万博、その横にいるあの地域生徒、そして将来的に大阪は誰のものになるのかっていう、 話なんでございます。まあ、最後にちょっと一つ言いたいんですけど、私あの、この世で一番かっこいい職業って芸人だと思ってるんですよ。やっぱ人を笑わせるのって何も生み出さないじゃないですか。感情しか動かさないんですよ。でもそれってできる人って限られてると思うんですよね。少なくても岩橋さんにはその能力があったと思うし、松本人さんは言わんが親。でもそれが、 企業や社会や何者かのさじ加減によって突然奪われてしまうっていうのは世界の損失だし芸人さんには僕は頑張ってほしいと思っているわけです。僕たちが見たいのはこんなごたごたじゃないんですよね。彼らの研ぎ澄まされたセンス。笑うっていうこの世で素晴らしい行為。それをもたらしてくれる彼らのかっこよさ。ぜひ一刻も早く。 活動再開できることをお祈り申し上げております。ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫川には、今日もねドンブカヤミです。お送りしました。ありがたいことにサブチャンネルの方が5万人突破しました。こっちはね、毎日月曜日から金曜日までライブ配信実はやってて30分なんですけど、フリートークでやってますよね。まあ、このチャンネルは歯並びだけで5万人までたどり着いた。 チャンネルなんて、まあ、私の歯並びが気になるあなたは、ぜひ、チェックしてほしい歯並びあそんな語尾のやつ初めて聞いたのい。あらでじめまたに強制司会は大体この語尾だって。聞いてる歯並びフォロワーさんが42億人となりました。ありがとうございます。日本大好き。いけるいけるおめでとうね、おめでとう。これでしょう、完全に。ああ、これですか。静かです。キムタクー。 キムタクーいやキ静かはキムタクって言わないのよ」ってこと無言色っぽい」「のががりる」